冬用のうちのズボンそろそろ買った方がいいよ。マークイズカモン。あの、マークイズっていう家の近くにショッピングモールがあるんですよ。行きます！皆さんコンビニとかお店とかレストランとかでレシートっていうものをもらったことがあると思うんですけども、今までもらってきたレシートで一番長いのってどれくらいありますか？あの、僕はちょっと人とは違うので、まあ2メートルぐらいのレシートをもらったことあるんですけども、2メートルってかレシートの世界記録とかあんのかな。レシートの長さ世界記録あったらやだな。でもレシートってなんか世界共通感あるあるある、マジであるじゃん。あれないないかないかもしれない。え、待って、レシートの世界記録がない。ないよね。ない、ないよ、ないよね。あ、ないな。ない。ということは、俺が今ここで、桁外れの長さのレシートを作った瞬間、僕がもう、世界記録保持者になるということですよね。そうですよね。というわけで、もうレシートの長さを求めると、お店の人に迷惑かかっちゃう。発音よかった、ごめん。長いレシートをもらおうと思うと、お店の人に迷惑がかかるんで、自分でレジ買いました。はい、というわけで、もうこればっちりレシートも出ます。とりあえずもう商品を売って、こうやってればもうレシートが出てくるんですよ。こういう感じでね。レシートってどうやったら長くなるかっていうと、商品が多ければ多いほど、その品目が増えていくわけですよ。今だったらこれ5種類ものを買ってこの長さになったんで、買う商品が多くなればいいってことは、こうやってたくさん商品を買えばいいんですよ。たくさん商品買って、こうやって金額売って、お会計したら、あ、お金足りない。その分買うと、レシートが長くなるわけでございます。意図的に僕も世界最大の長さのレシートを作ろうとした時に、注文する商品の数多くしまくってお会計すれば、多分世界最大の長さのレシートが作れるんじゃねえかというわけで、ちょっからギネスに挑んでみますわ。では行こう。はい、というわけでやっていきましょう。中途半端な長さってのもダメなんで、レシートの長さはとりあえず最大にしときたいんで、ロールの長さは最大級に長くしておきたいところではある。 OK、 これで最大の長さになっております。はい、ではギネス記録に挑みましょう。とりあえず商品を注文しまくります。商品を頼みまくって金額を上げていきましょう。あ、レジバファフォー、これ以上登録できません。もう限界？やっぱりこのレジの限界が来てしまった。うわ、もう無理か。101点ですね。101点注文したところでレジが止まってしまいました。考えろ俺。レジを伸ばす方法、お支払いのお金の数を異常に長くしたら0の桁によってレシートが長くなる。例えば今 48,480円でお会計をしたんですけども、 48,480円、僕はお金出さなきゃいけないんですけども、そこを1億円にしたら 99,951,520円のお釣りになるんで、そこでこの0とかいろんな数字の桁でレシートの長さをまた稼げると思うので、ちょっと金額を高めにお支払いしましょう。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億。え、10億、100億、1000億、1兆、10兆、100兆、1000兆。え？無限じゃん！あ、無理だ、多分。限界値の値まで来ましたね。多分、でも、10兆円ぐらいのお金を出してると思うので、このままだと多分99兆9999億9995万1520円のお釣りが返ってくるんで、レシートはかなり長くなるはずだ！お会計！もう一回やり直しです。来た。あとでお会計。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、1兆、10兆、100兆、1000兆。あれ？無限大数いってんな、これ。お会計いこうと思います。これがとりあえず、俺の見てきた中で一番長いレシートになることを祈って、お会計！あれ？お会計！いやいや、だから。来た！来た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 ！お、お、お！あれ？1メートル。商品の名前を長くすればいいんだ。商品の単価を99万999円にして、値段を
というわけでいろいろ設定をいじって商品の名前を長くするのと商品の金額自体の桁をかなり多くしました。99万9999円、商品の値段がとりあえず文字数が少なすぎたので、なるべくそういう商品名とか値段で桁を稼いでより長いレシートが作れるか試してみようと思います。参る。お会計が今909,791円です。で、お支払いが1,100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 ,